京都の12レース人気です。1番人気は9番スカイスクレーパーで 2.4 倍、2番人気は3番ゴールデンアタックで 5.2 倍、3番人気は2番カレンジェニオで 8.5 倍、同じく3番人気は10番オーシャンパワーで 8.5 倍、以下ご覧のようになっております。はい、輪乗りになっております各馬でございます。京都のダートの1800m 4歳上1000万円以下の最終レースでございます。柏木さん、京都の馬場なんですが、はい、どんなふうに発表ルールでしたがね、はい、午前中からなんとなくこう黒ずんだ感じで、ね、はあ、気持ち、もともと京都のダートコースこう走りやすいと高度計出るんですが、ね、それに近い気がするんですが。そうですか、山本に近いぐらいの量かなと思います。そうですか、はい。各馬のゲート始まっています。6番のブリームゾーンが今入りました。内で4番のアルスマルカート、カレンジェニオ、この辺りが入ります。これは3番人気でした。16番のアドバイア翼最後です。枠入り完了です。収まりました。係員が離れます。体制完了、スタートしました。バラッとしたスタートになりました。アルスマルカートは後方です。2番のカレンジェニオ、いいスタートを切っていますが、出ムチ遅れてゴールデンジャガー浜に立ちました。ゴールデンジャガーが行って、それを追ってカレンジェニオが2番手、それに名称シェイク並んでいきます。4番手に9番スカイスクレイパー、あとは1馬身差エーシンバリントン、務めから内からはゴールデンアタック、間にはオーシャンパワー、こういったあたりが続いて1コーナーのカーブです。先手を取ったのはゴールデンジャガーです。リードを2馬身取りました。カレンジェニオ2番手、3番手は1馬身差名称シェイク、あとは1馬身差4番手固まってオーシャンパワー、スカイスクレイパー、外並んで内はゴールデンアタック、向こう上面です。3頭の直後、務めにはエイシンバリントン、ボリュームゾーン間から内はビタースウィート、その後ろにはゴールドロジャーがいて、あとは1馬身外目にアドマイヤ翼、その後ろは1馬身差固まっています。マヤノ悟空、サンマルボス、さらにはアルスマルカート、最内からトップオブカハラ、最後方は3馬身相手名将匠という体型、ほぼ一段で向こう上面の中間を通過、3コーナーに向かいます。ゴールデンジャガー先頭で800を通過、リードは1馬身半ぐらい、2番手にはカレンジェニオ、それにスカイスクレイパーが早くも並んでいきました。3コーナーカーブ、あとは1馬身エーシンバリントン、内にはゴールデンアタック、その間からはオーシャンパワー、3頭のその集団にマヤノ悟空も取り続いて600を通過、あとはゴールドロジャーの進出、それから1馬身外目にはアドマイヤ翼、うちトップオブカハラ、間にはビタースウィート固まって4コーナーのカーブ、ゴールデンジャガーが先頭ですが、スカイスクレイパーが並んでくる。さらに間からはカレンジェニオ、外にはエーシンバリントン、一番外はマヤノ悟空、直線コースに入りました。さあ前は4頭広がっていますが、間から今度はカレンジェニオか、内ではゴールデンジャガー食い下がってエーシンバリントン、スカイスクレイパーちょっと伸びないか、その内からはオーシャンパワー突っ込んで、あと 150m、 先頭はエーシンバリントン、カレンジェニオが2番手、そして3番手争いですが、オーシャンパワーが3番手から前に追ってくる。先頭はエーシンバリントン、カレンジェニオ2番手がオーシャンパワー、ゴールイン、2番手が2頭。勝ったのは15番のエーシンバリントン。エーシンバリントンが先着を果たしております。2番手どうでしょう、内カレンジェニオ優勢に見えますが、外10番のオーシャンパワーも接近しておりました。15番のエーシンバリントン、10戦3勝目の勝ち鞍です。2011年の阪神ダート 1800m 500万勝ちを果たしております。鞍下がって7着6着5着というところでございますが、エーシンバリントン6月26日以来の勝利ということになりました。柏木さん、このレースを振り返っていかがですか。はい、エーシンバリントン後位の外につけて、なんか一番うまく流れに乗ったな、うちの方のカレンジェニオも2番手でしたよね。あと中段にいた早めに動いたオーシャンパワーがもうそれがちょっと分が悪いですかね、ですからちょっと時計が早くて先に先にって行ったくる、そこでヒタビタスイート、期待したゴールデンアタックはね後位のインにいたんですが、ちょっと多少直線一番厳しいところに入ったかな。あ、そうですね、そこで戦意喪失という感じですかね。そうですね、はい、まあ、これはしょうがないですね、はい、接戦ですからね。それでは予想配当、岡田さんからお願いします。はい、馬連は2番15番で 53.9 倍、馬単は15番2番で 105.3 倍、三連単は15番2番10番で 1170.9 倍となっております。はい、ホワイトですね。帰ってきました15番のエーシンバリントン、和田騎手でございます。2着3着は写真判定になりました。
結果の後ほどお伝えしたいと思います。さあ今日は重賞レースがありました。京都のメインレースでございます。シルクロードステークス、人気は4連勝中ロードカナドは前走オープン勝ちのエイシンダックマン、重賞2勝のエイシンバーゴーと続きました。シルクロードステークス VTR でどうぞ。体制完了、スタートしました。ほぼ揃いました。先行争いに入ります。まずはエイシンダックマン、さらに押して押してヘッドライナー、前2頭が行きました。それを追ってマジンプロスパー上がっていきます。内からはエイシンバーゴ、その後ろからはアポロフェニックスが後位に取り付いて、今日はマグナム、その務めにはダノンフェアリーです。そしてロードカナローがいます。さらにはグランプリエンゼルと後位を形成します。あとは1馬身中段務め、アウトクラトールが行って、次のエンデバーケンブリッジエルと続いていきます。あとは1馬身差、スペシャルハート、ダイワナイト、鶴丸レオン、最高峰が2馬身差、サンダルフォンという体系。3コーナーを回っていきます。エイシンダックマンが先頭に立って残り600を通過。2番手にはヘッドライナー、半馬身外アポロフェニックス、3番手、4番手は内マジンプロスパー、ダノンフェアリー接近して、その1馬身外目からはグランプリエンゼル、その後ろに今日はマグナムとロードカナロアと並んでいます。4コーナーから直線へ。さあ先頭はエイシンダックマン、2馬身のリード。2番手の位置にはヘッドライナーですが、内からマジンプロスパー、さらには外からロードカナロア追い込んできた。あと200を追加、エイシンダックマン先頭ですが、一気にロードカナロア捉えて先頭変わりました。3番手からマジンプロスパー、グランプリエンゼル、さらにはケンブリッジエルも2番手に接近してくる。ロードカナロアゴールイン、2番手が大きく広がりました。しかし7番のロードカナロア快勝です。立脇さん、2馬身2分の1の差なんですが、まあその2馬身2分の1って数字よりずっと差があるように僕は全くその通りですね、いやしかしこれは素晴らしいですね、だってあの限定戦から今後のオープンになってこれで3連勝でしょ、はい、でもね今日と同じようにいつもあの着差よりずっと楽なんですよね。なんか船が必死で追ってる雰囲気全くないですし ね、 で今日は初めての57キロで、はい、で今日はいつもより遅れた中段でしたよね、はい、でも外に出してからこの感じね、もう悶然と追ってるという感じでもないんですよね。いやいや素晴らしいですね、ですから定量の57キロもこなした、うん、あとは直線に坂のあるコースはどうかとか、例えば左回りの中京コースは、ね、左回りはどうかとか、もちろん課題ありますがね、いやでもオープンを勝ちながら一戦ごとに着差を広げていくというかね、強くなっているというのは、はい、これは時計やあの着差が示すよりはるかに強いと思います。そうですか、はい、まあ、次ということになりますと、まあ、かなり有力と見ていいでしょうか、どうでしょうか。うん、当然あの高松の宮記念とか展望することになると思いますがね、最有力に なりつつあるんじゃないですか、はい、安田厩舎にいっぱいオープン馬いますが ね、 そうですね、短距離のね、いやもう3番手とかそういう評価ではないと思います。そうですか、はい、はい、ロードカナロは、次は中京で見られるんでしょうか。真相になった中京ど